構盛りだくさんな日で、お父さんがお誕生日なのと、まーちゃんが出演してるハロプロメンバーとかも結構ね出演出てるエスカワを買いに行くのと、どっちに行くかな、エスカワを買いに行くのと、私現在生理前やから、めっちゃ食べるっていう日です。でなんか日常系のね動画をまたアップしてほしいっていう声も結構あったので、どうしようと思って、でもなんかその日常なんかあるかなと思ったら、まあ今日かなみたいな感じで、いっぱい食べ物買うのと、お父さんがお誕生日やからケーキっていうか、なんか昨日さ宝塚行ったから、なんかサラさんでケーキ買えばよかったなって今すごい後悔してるんだけど、まあ、とりあえずケーキ屋さんより私コンビニスイーツが好きだから、コンビニスイーツを買って帰ろうかなって感じ。ちょっと本買ったり、ブルーレイディスク買ったりしてきます。買ってきました、シナモンのバッグの中。まずよいしょ、ブルーレイディスクの、これダビングするやつ、スカイステージをさ録画したらもうめちゃめちゃたまるから DVD ダビングしとんねんけど、これ2000円ぐらいで無駄なディスクはなかった。何個かさたまにあるやん、なんかダビングできませんみたいな、そういうディスクがなかったから、これなんかどこのメーカーかちょっと知らんけど、これ2000円のやつ、よくこれ愛用してます。買ってきましたよ、じゃん、エスカワさん、佐藤まさきちゃんって書いて、佐藤まさきちゃんが10ページも特集されてるんやって。上国良萌ちゃんと河村彩乃ちゃんと笠原桃奈ちゃんとエセレイラちゃんと為永志音ちゃんと竹内あかりちゃんとジュースジュースの井上麗ちゃんが載ってる。なんかすごくない？ハロプロ最近。まーちゃん、まーちゃんがめっちゃ可愛い、赤ちゃんみたい。わ、大人っぽい。まーちゃん、まーちゃん可愛すぎる、可愛い。オレンジのワンピースのまーちゃん、なんか眉毛見えてるから、オーディション当時のまーちゃんみたい、めっちゃ可愛い。あ、可愛い。まーちゃんインナーカラーめっちゃ可愛いな。この色しようかな次。私次この色しよう、髪の毛の色。え、可愛い、めっちゃ可愛い、ほんまに可愛い。まーちゃん顔が綺麗からな。写真集欲しい。こういうおしゃれなやつのスタイルブックが欲しい。え、なんかもうさ、これだけで全然、これ何だったっけ、870円の価値がありました。おすすめです。よいしょ、買ってきた、もう鍋、お大きいねんけど見えるかな、こういうやつ、こういうラグをこの色を買ってきて、ちょっとね、お部屋の、自分のお部屋じゃなくて、ちょっとお友達とかと一緒に動画鑑賞する部屋があるねんけど、それがちょっとなんかラグが汚くて、もうそれ新しいのに買いたいなと思ったので、ずっとこれ欲しかったんけど買いました。買ってきたよ。まずこれはお母さんにカスタードプリンと、あとこれはお父さんにコーヒーゼリー、多分好きなはず、なんか前も食べてたから多分好きなはず、これにした、お父さんに。でこれが私、リンゴとキャラメルのケーキアイスを買ってきました。全部ね同じぐらいの値段やった。とちょっとねちょっと我慢できないからこれ食べるね。レモン唐揚げくん、レモン塩味。めっちゃお腹すいてさ、溶けるから早く帰らなあかんけど、うまっ、うまっ、最後の一個。いろいろ買ってきた。まずキャラメルちゃんさん
とコラボしててこのアーモンドワッフル普通に美味しいなと思って買いました。とあとその関連でこれがなんか結構残り1個ぐらいだったから美味しいかなと思ってスノーボールクッキー買いました。あとあったでもね1個なかったかわいい。これはポンポンプリン、ポンポムスフレプリン、キャラメルスフレ。めっちゃやばい、めっちゃ可愛い。やばくない？これ器捨てられへんかも。ちょっとこれは後で食べます。ちょっとスフレとかは、スフレじゃない、クッキーとか他はちょっとわからん。お腹空いとったら食べます。そんなに買ったのに今からマクドナルドに行きます。買います。あのクーポンがあるからちょっと待ってね。なんかハンバーガー食べようと思ってんけど、なんかハンバーガー買ったら多分なんかあのスフレとか食べられへんくなるかなと思って、一応唐揚げくんはさ買ったから、だからなんかでかいけどポテトの L に照り焼きチキン、照り焼きバーガーの粉みたいなつけて、でプラスやっとピカチュウのカスタードアップルパイみたいなやつを買いました。よっしゃ。でなんかこんなにさ食べ物買うこと、食べ物言うてもそこまで買ってないけど、いっぱい買うことがさないから、なんか今日はすごい贅沢した気分になりました。よいしょ、お家着いたよ。ちょっと今から食べるよいしょじゃあここおいで、見えるかな、上手、賢いね今日のラインナップ、でも少ないかな、こう見るとこんな感じ。いただきます。食べれるかな、めっちゃ、私のないのっていう顔しそう。私のはね、ないんだよ。うんうんうん、めっちゃ美味しい。これ冷蔵庫入れてくる。よいしょ、帰ってきました。そうそう、この部屋ね、例の青い部屋です。青い部屋ねんけど、カーテンをねようやく変えてグレーにしたんかな、グレーにして、やっとなんかグレーで遮光、一級遮光カーテンみたいなやつでした。アマゾンでね、めっちゃ安かった。2500円1個。1個ってか2枚で2500円やったから、こっちにしました。安いなと思って。なんかね、このポテトの味がね、何に近いんやろ。何に近いんやろな。ポテトチップスみたいな味する。うん、ポテトやけど。喉乾きすぎてる。まだあと S サイズ3個ぐらいある。めっちゃ眠なってた。ほんまにいくらでも寝る。こんなに買ってお腹絶対満足せえへんとか思ったけど、全然お腹いっぱい。食べます。これもう超楽しみにしとった。めっちゃ可愛いピカチュウ。ピカチュウ可愛いよ。ちょっとごめんな、ここ柵みたいだけど。ごめんなさい。めっちゃ美味しい。これやばい。ほんまスイーツって感じ。アップルパイ結構好きやねんけど、アップルパイの方が甘くない？こっちの方がやっぱめっちゃ甘いけど、めっちゃ美味しいこれ。めっちゃ美味しい。結構甘いから1個でめちゃめちゃ満足感があるねんけど、めっちゃ美味しいこれ。タラのポテトもめっちゃ美味しい。ちょっとスフレ持ってこよ。食べます。なんかもう実家っていうかすごいリアル感がすごいけど、この机
めっちゃ可愛い。ここにさ、今さっきも言ったけどさ、ちょっとシール取ろう。スフレプリンが呼んでるよって書いてる。可愛い。わ、綺麗にでき。スフレプリンが呼んでるよって言ってる。呼ばれてる。可愛いね。ほら、めっちゃ可愛い。ここも全部可愛い。お尻があるよ。可愛い。すごい、さくらちゃんと同じような色しと。ほら見て、色似てる、色そっくり。さかちゃん袋がな、飛んでってんな。さかちゃんと色そっくりやな。ちょっと明るいさくらちゃんって感じ。いただきます。なんか今日茶色のもんばっかりじゃない、食べとんの。あ、すごい。え、なんかな、おお、しっとり、うまっ。味がちょっと大人のせいかも。プリンは結構卵強めの味です。で、やっぱり甘さ控えめ。プリンごちそうさま。甘さ控えめやけど、全部食べたらきつめ。でも1個でめちゃめちゃなんかボリュームというか満足感があるから、すっごい甘いの食べたい時とか、すごい甘くはないけど、なんか甘いのいっぱい摂取したい時とかめっちゃいいと思う。だってカップも可愛いもんね。どうしよう。残っとき、ごちそうさましようかな。あ、残すんじゃなくて、もうどうせすぐお腹すくから、なんか食べねえけど。食べながら喋るの苦手。かも、やっぱり。なんかさ、食べながらさ、喋れる子おるやん。レインちゃんとか、マロちゃんとか。でも私は、まだそこまで器用じゃないから、あ、やっぱすごいなって改めて思いました。美味しかった。この後は寝ます。ちょっと寝て、編集して、おばあちゃん迎えに行って、帰ってきて、みたいな感じかな。この時点で動画めちゃめちゃ長くなっちゃってるから、今日は一旦これで終わりにします。では、またちょっと、こんなんでよかったんかな?とりあえず、またなんか次ちゃんと顔出して、やろうと思うので、楽しみにしていてください。では、バイバイ。